皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラウフラを川井ルナです。今日はフラを踊る上で大切な自然観察についてお話しします。フラは自然界にあるものを手を使って表現しますよね。ですので説得力のある踊りをしようと思った場合、その手の動きが花であったり海に見えているかどうかというのが大切になります。ここで個人的な体験談の話をしたいと思います。サーファーの友達と話をしてたんですね。でその時にサーフィンのやり方を聞いていたんですが、だんだん話が盛り上がるにつれて、その説明の中に手振り身振りを入れながらというふうになったんですね。でその方はフラダンサーではないので、全くフラの知識はお持ちではないんですけれども、その説明している時の波のその手の動きがまるでフラのハンドモーションだったんですね。でその時に気がついたんです。自然のものをもっとよく観察したらフラのハンドモーションに活かせるんじゃないかっていうふうに初めて気がついたんです。具体例があった方が分かりやすいと思うので、匂いのハンドモーションを使って説明します。で匂いの手は、こういう動きであったりこういう動きであったりしますよね。でこの時に、改めてその自然の中にある匂いを想像していただきたいんです。で例えばお花の匂いが香ってくる時っていうのはこうツンとこう直接的に香ってくるのではなくって、空気の中をこうファン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 とこう漂って匂いってやってきますよね。でそれがイメージできたら、手の動かし方がつかみやすいと思うんです。ですからこう伸ばす時の動きであっても、直接的にツンと伸ばすのではなくって、ふわーっとしたこういう柔らかさをした方が説得力が出てきますよね。で逆にこの両手で自分の方に持ってくる匂いの時も、こうツンと持ってくると匂いのイメージとちょっと違うと思うんですね。もっとふわーっと漂うものだと思うので、ですのでこの時もこの手のこの空気の柔らかい流れを作る、そうすると踊りに説得力が生まれてくると思います。このように自然を観察するとフラのヒントがいっぱいあると思うんです。ですので花や木々の風で揺れている様子を観察したり、また川のせせらぎや鳥の鳴き声を耳を澄ませてみるなど、そういう日常あふれるその自然界の様子をじっくりと観察することが、ひいてはフラの上達につながると思います。道を歩いていて、いろんな草花を、観察してみたり、歩きながら耳を澄ませてみたり、またちょっと郊外に出かけてみるなど、日常の生活の中にちょっとした自然観察を取り入れることでフラが上達していくと思うので、ぜひやってみてください。今日はフラを踊る上で大切な自然観察についてお話ししました。ポイントはフラを上達するために身の回りの自然に目を向けるです。ありがとうございました。